たくあんぼーい、どうもたくあんぼーいです。今回はですね、前回も動画アップさせていただいたんですけども、駅員時代に体験したヤバすぎるお客様ベスト3というね、前回はベスト3のねヤバすぎる皆様を紹介させていただいたんですけども、今回はですね、そこには入っていなかったけどもね、まだまだいるんですよ、ヤバすぎる人っていうことでね、まず一人紹介していきたいと思いますけども、この方はですね、人は見た目によらないんだなって思ったんですけども、はい、僕がね、改札で立ってるとですね、いつもなんかニヤニヤしてね、毎回だいたいニヤニヤしてるんですよ、そういう人って。だからちょっとニヤつきながら近づいてきて、めっちゃおじさんなんですけど、なんか近づいてくるんで、あ、どうされましたかって聞くと、100万負けだ、昨日も100万負けだって言ってくるんですよ。あー、それは大変ですねって言っていつも話してるんですけど、まあ全部ジョークだと思ってたんですけどね、全部そんな、もちろんね、もう見た目もね言いづらいんですけど、本当にちょっと汚らしいんですよ。お金持ってそうな感じじゃないですよ、どう見ても。で、毎日毎日多分ね、ガマゴーリボートレースとか行ってるんですよね、多分ギャンブルが好きなおじさんで、毎回行って毎回行くたんびに100万負けたって言ってくるんですよ。で、そんなにね100万負けで明るくしていられるわけがないだろうと思って、また言ってるよこのおじさんっていつも思ってたんですよね。でもなんかそのおじさん、行くときはいつも見るんだけど、帰り見てないなと思って、あれ、あのおじさんっていつ帰ってきてんだろうってふと思ったんですよね。だからある日行った後に、あれ、何時頃帰ってくんだろうなってずっと気にしながら帰り見てたんですよ。な、あ、おじさんじゃないよな、おじさん来ないなと思ったら、夕方の通学通勤の人が帰る、もうめっちゃ通勤通学の人のラッシュの時間帯に、なんかね、めちゃくちゃ落ち込んでる感じの、ドヨーンとした感じのおじさんが歩いてて、あ、いつものギャンブルおじさんだと思って、めっちゃなんか、ね、しかもいつもはもうこの自分の改札の立ってる目の前の改札を通るんですけど、一番奥ね、まあ、10個ぐらい改札が多分あるんですけど、そこの一番奥の方でどんよりとなんか沈んだ感じでピンポン通ってくんですよ。で、何にも言わずに帰ってくんですよね。で、また次の日になると、昨日100万負けだって言ってくるんですよ。だからね、多分家でね、なんか、なんか元気になる何かをしてるんだと思うんですけど、多分ね、だから本当に人は見た目によらないなーって思ったね、ギャンブルおじさんを見て思ったお話でございました。はい、では今日はこれで終わりにしたいと思います。はい、また見てくださいね。天才ついてに恋ドンソン、よいしょ。